ヨガ大王 YouTuber への道、Welcome YouTube! というわけで今日は一人で動画を撮ります。そしてね、今日はなんとにわか野球ファンへの、なんでこの野球ネタをいくかというとね、実は32年前にね、僕ね、侍ジャパンの栗山監督とね、対談をしたことがあるんですよ。なんでかというとね、その時栗山さんはヤクルトをね、ちょうど引退する時、そしてこれから新しい道ね、まあ、結局その大学で教えたりとか、あのキャスターとかの道行くんですが、まだ悩んでた時ですね。その時に僕と対談だったんです。なぜか3つポイントがあります。一つはね、あの音楽を一生懸命やってる人、野球を一生懸命してた人、もう一つはね、栗山監督もね、実は東京学芸大学出身で体育の教員免許を持ちなんですね。体育の先生を目指してた時期があったと、ね、で私も、大阪教育大学で数学の先生になってやってると。その点ね、あとね、当時のイケメンということもありました。実は、はい、ここに当時の写真があります。当時のイケメン、教育関係ということで NHK でね、対談が実現したんですね。そういうわけです。それでは栗山監督に優勝のお祝いとして即興で僕が歌を歌いたいと思います。聞いてください。栗山英樹、栗山英樹、侍ジャパンの監督、栗山英樹、栗山英樹、世界一の監督、栗山さん、あなたは体育の先生を目指して国立の東京学芸大学に通っていた。大学リーグですごい結果を出したあなたはヤクルトに入団して頑張り続けた。メニエル病発症しながらも頑張り続けたけど、29歳の時に引退を決意した。栗山英樹、栗山英樹、大谷の恩人、栗山英樹、栗山英樹、優しい監督、栗山英樹、栗山英樹、あなたがいたから日本は世界一になった。栗山英樹、ノーランさんとは相性が良くなったけど、あなたはかっこいいよ、最高です、おめでとうございます。それでは対談の内容を語っていきたいと思います。やはり教育関係のね、話が多かったんですが、そういう中でお互いの小学校や中学校の時のことをね、振り返るということがありました。栗山さんは4人家族で、小学校の時はお父さんがね、指導する野球の指導者やったというわけで、そのチームに所属していました。なんかね、やっぱり厳しかったらしいですね、指導はね。巨人の星張りに鍛えられてた。そこでね、野球センスが磨かれてた、違うかなと思います。中学校に進学しての話だったんですが、中学校はね、なんとね、驚くことに野球部ではなくバレー部やったらしいですね。なんと野球部があんまり強くなかったので、バレー部に在籍して、野球に必要な足腰を鍛えるためにバレー部に在籍したということでした。ね、栗山さんは身長が低かったので、バレー部ではセッターやったらしいんですが、まあ、2年で、辞めて、中3の頃から、ポニーリーグ、ね、小平ポニーズに所属して、野球を再び始めています。はい。そして、高校は、私立の共学校の草加高校です。野球部が、都内で強豪として知られているので、そこへ進学したということですね。はい。この高校にはちなみにスカウトで入学しています。ね。さすがですね。高校時代は1年からベンチ入り、投手として活躍しています。3年生の時には、
首相兼エースとして甲子園を目指していましたが、夏の西東京大会は4回戦で敗戦、ね、甲子園の出場はしていません。野球部引退後ね、ここですね、野球部引退後は父親からね、野球の指導者になったらどうやというふうに言われて東京学芸大学を目指していくわけですね。で、栗山さんすごいですね、これ野球部引退した後の勉強でもう現役で、東京学芸大学に、ね、入学しています。素晴らしいですね。保健体育を専攻、もちろん硬式野球部に在籍。野球部では1年生春から投手兼内野手として活躍。1年春と2年春はチームの東京新大学野球リーグでの優勝に貢献しています。さすがにすごいですね。ただし投手としてはリーグ25勝を挙げたものの、右肘を故障して途中から内野手に専念しています。もうここで内野手になっていたんですね。で、加えて栗山さんは学業ももちろん一生懸命やってたので、しっかりと教員免許をここで取得しているわけです。すごいですね。小学校の免許も持ってますね。小学校の先生の免許、それから中学高校の体育の、免許。あ、私もね、小学校の免許持ってて、中学高校の、ね、数学の免許持ってるんですが、小学校の免許も中学校も高校の免許もというとね、かなり大変です。卒業当初はね、社会人野球に進むつもりで朝日生命から内定を得ていたんです。また大学4年の時にヤクルトスワローズと西武ライオンズ太陽ホイールズのテストを受けており、ここでテストを受けている、大学生の時に。西武と太陽は不合格でしたが、ヤクルトは合格しています。大学を卒業した1984年、ドラフト外で、ヤクルトに入団しています。当時は国立大学卒業でプロ野球に進む選手は少なかったですね。ほとんどいなかったことから、異色の新人として注目を集めていたようです。栗山さんのね、ここまでの経歴でね、共感できるのはね、教員養成系大学だったことですね。それで小学校の免許も取ってるということなんで、こうピアノの練習も大変でしたねみたいなね、話で盛り上がりました。プールで泳いだりもしないといけない、中学校の免許を取るためにはね、全ての教科を教えないといけないのでっていうような話をしました。それでやっぱりこう野球への夢が捨てきれずというところ で結局はプロの方へ進むんですが、最初ねプロ行ってね、めちゃくちゃ苦労したって、日本とみんな実力が違うと、それになんか驚いたらしいですね。だけどそこでめげないですごい頑張って、自分は能力がやっぱ他のプロになってる人と違うと、それで、めちゃくちゃ努力をねしていった話を聞きました。何倍も何倍もこう努力をしていって、実力をつけていってね、ヤクルトでもこう成功を収めていくわけです。で、実際ヤクルトで活躍してる時にメニエール病を発病してね、なんかこう球が何重にも見えたり、そんな状況の中でこう1軍と2軍の間を行ったり来たりしてる間にそんなことになってね、非常に苦労したということをね聞きました。1軍と2軍の間を行ったり来たりしてる状態だから、これその病気をね隠して頑張ってたっていうねところもあったようです。そして、活躍してゴールデングラブ賞を受賞したりね、すごい打率を記録したり活躍していくんですが、野村監督就任後ね、出場機会やらもちょっとなくなっていってというところでこう引退するわけです。で、野村監督との確執に関してはね、ちょっといろんなところで言われてるんですが、野村監督はね、なんかこう栗山さんのことあんまり気に入らなかったようです。なんか国立大でのイケメンで、なんかちょっとエリートっぽいとか言えたんちゃうかとか、いろんな噂をね言われてますけども、栗山さん自身は野村監督の教えをね、ちゃんと真摯に受け止めて自分のね野球人生の元になっているということをね発言しています。そこもね、人格者違うかなと思うんですよね。嫌われてもこう自分のためにこう言ってくれてたんやというね受け取り方をして、頑張ってはるというのはね、素晴らしいところだったと思います。そして、僕と対談する時になるんですが、その時ね、本当に栗山さんどうするんかなという時やったんですが、その時だけどね、なんかマネージャーさんみたいな人がもうすでについてたんです。だからどんな活動していくか分からへんけど、とにかくなんかこう事務所には入ってたん違うかなと思いますね。でもね、そのマネージャーさんっていうのがなんか普通こうできるようなマネージャーさんと違って、なんか野球選手崩れみたいなごっついおっさん、誰に似てたかないとね、鉄人衣笠に似てるぐらいのなんかいかついおっさんがマネージャーで彼のことを取り仕切ってたんでね、覚えています。だからなんかこれから進んでいくっていう、例えばあれからね、スポーツキャスターとかになっていったので、そういうところに売り込んでいく時の
瞬間やったのかなと思うんですね。それでメディアにそういうふうに出てる時に僕との対談が引っかかって実現したということやと思います。で、話の中でね、印象深かったことはね、やっぱり自分がこう野球人としてそんなに恵まれてないから、努力すること、全てに感謝すること、今のね栗山さんの監督としての資質とかすでに言ってたこととねリンクしてるなっていうのはすごい思いました。その時ね、本当にイケメンですよね。イケメンやったんですが、あのね、今も結婚してなくてね、なんかちょっとその辺どうなんかなと思うんですけど、なんかちょっとね、あのごちゃごちゃ一郎さんの奥さんとごちゃごちゃとかあるんですけど、今日はねその問題にはついてはあの触れません。ね、あの教育についての意見とかいうのもあのすごいありがたい意見というか意見交換ができたので、あのしていきたいと思います。ね、生徒をどんな風に伸ばしたらええかっていうね、とこ、その時まだ栗山さんは監督としては全然やってない状態ですよね。選手を引退したところ で僕は実際にもう生徒を預かってやってるというところなので、その辺にね興味を持って聞いてくれました。クラスをまとめるのにはどうしてるんだとかね、生徒理解はどんな風にしていくんですか、でクラス40人ぐらいいるクラスの一人一人の子をどんな風にこう見ていったらいいんでしょうかっていうような、ね、質問を受けてね、すごい研究熱心な人だなっていうのを覚えています。生徒のやりたいことをこう支えていかなあかん、その生徒を伸ばすのにどんな風に考えていかなあかんかなっていうような話をね交わしました。もう当時だから32年前から、栗山さんの頭の中にはね、人をどうやって伸ばすとか、そういう意識はねもうあったんやなと思っています。特にね、こう生徒を伸ばすときはどうするかよね、やりたいことを否定しないこと違いますかねっていうのは僕もちょっと言うたんです。いろんな無茶を言うてきますよね。そのね、無茶っていうのがね、大谷翔平やったんちゃうかと思うんですよね。大谷翔平はもういきなりね、高校出てメジャー行きたいということを表明してた。そこをね、栗山監督の説得でこう、日本ハムファイターズね、入団することになった。その時もね、韓国人の選手の、いきなりこう大リーグ行った人のデータとか出して、こう日本でプロ野球経験してからの方がええっていうようなデータを出して説明したりね、いろんなことで口説いてるわけですよね。でもその彼の思いとか願いをこう否定しない、ね、二刀流もね思いっきり批判されてましたよね。あれも否定せずにこうね、あの一緒にやっていこうっていう、すごいね、やりたいことをやらして伸ばしていこうっていうね意識がねあったんかなっていうのも感じています。はい、そしてね、不調やった村上をね4番で使い続け、そして、5番に下げて、なんとかこう活躍させた。あれもすごかったですよね。あれは本当にね、なんかもう信じてたっていうんですよね。選手を信じてたっていうところがすごく大きいですよね。これは村上がここで爆発ね、してなかった、準決勝決勝で爆発してなかったらね、本当に批判にさらされるやろし、こう村上自身もねダメやったけど、こう村上の実績のやろうっていうことを信じてやってたっていうのは、本当にね、あのそれを信じて使い続けた、うまくこう彼を生かしたね、それは本当に素晴らしいことだと思いました。また源田さんが指折って、そうやけどボルタレンを噛みながら、こう痛み止めのねボルタレンをもう水と違うで噛みながら飛び出していってやる気やったのを、これをねもう認めたいうのもすごいと思うんですよね。これもきっとね、その自分がメニエール病を患ってて、その中でやっぱり一軍定着のために頑張り続けたとこっていうのはね、やっぱあったん違うかなと思います。で、優しいで、ごっつい選手のことを考える、選手の意思を聞くだけ違って、やっぱりその辺が分かる熱さっていうかね、熱い思いには応えるね、その監督人としてね、もう最高のね資質を持ってる人やなと思います。はい、WBC 栗山監督、選手たちのね活躍本当に素晴らしかったです。にわか野球ファンの僕も胸を熱くしましたが、僕たちとしたらね、やっぱりこれを見て何をするのか、もちろん応援してよかった、日本勝ってよかったってね、あるんですけど、これを見て僕たちは、やっぱり次ね、自分が何を頑張るのかと思ってね、毎日頑張っていかなあかんかなと思います。そんな勇気をね、くれた WBC、侍ジャパン、そして32年前、対談してくれた
栗山監督、本当に、どうもありがとうございました。おめでとう、侍ジャパン。おめでとう、侍ジャパン。本当に感動したよ。おめでとう、侍ジャパン。僕は涙を流したよ。調子悪くて打てないくても監督は信じてくれる。調子悪くてフォアボール出しても仲間がみんな信じてくれる。サムライジャパン、サムライジャパン、感動をありがとう。サムライジャパン、サムライジャパン、僕らも頑張るよ、サムライジャパン。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。